吉見投手といえばコントロールと、はい、ということでね、今現役 OB のねコントロール、はい、ベスト3を選んでいただきたいなと、はい、1位が僕の同級生上原さん、はい、もう、まあ、いろんなところに見てますけど、うん、やっぱり素晴らしいな、まあ、真っ直ぐだけじゃなくてそのフォークもほほ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 ほ変幻自在にあれつってね、フォークボール。じゃあ次は現役で。現役ですか、はい。これ現役が楽しみですよね。ちょっとこれ1位2位3位がバラバラかもしれないですけども、うん、いいですか。はい。おお、まずじゃあ3位、菅野投手。菅野投手は、まあ、ここ数年ちょっとあまり良くないかもしれないですけども、うん、やっぱりここっていう時のコントロールが間違いないかなと。うん、まっすぐにしても、うん、スライダーにしても、うん、まあ、フォークはそこまで僕素晴らしいとは思わないんですけども、ね、まあ、まっすぐスライダーのコントロールが間違いないかなっていうのがやっぱり菅野投手ですね、うん、やっぱだからあれだけ抑えられるのかなっていうのが、あのスライダーをさコントロールできるっていうのがすごい、うん、普通さやっぱあれだけ曲がるならさやっぱボールになる確率も高いじゃん、はいはい、それをやっぱ意図ねしてこうゾーンに入れるというね、ゾーンに入れられるしさ、菅野のスライダーはなんじゃこれと思いました。だから確かに俺菅野投手と一回対戦した時にドラゴン時代に1打席バントだったの、このもっとここ来てひっくり返ったの新人だったの、はいはい、もうだけどその前に俺当たったと思ったぐらいひっくり返されて阿部だったんだけど、あのすいませんすいませんって言ったけど、でも次スライダー曲げられてもピクッて引っ張られてここもう当たったと思ってひっくり返された次のに同じ軌道 でしかも初見のスライダーがさこの辺からビヨンって曲がってきたの、一瞬だから俺の方に来たからピクッてなってほっつって見送っちゃってパクッつってっていう思い出はあるよね。次の打席がさ一球もスライダー来ないで全部なんかあれだったの、あのインコースにさ、あ、なんかワンシームとかそんなもん、そう、なんかシュート系の球が投げられて、俺はスライダーはあのバントの1回だけですか、うん、ピクッてされたスライダーだけしか記憶がないんでね実に面白い。じゃあ第2位岸投手、ここはですね正直もう同じかなと思います。柳投手、はい、うん、あのボールの質とかそんなのは違うと思うんですけど、まあ、岸投手同級生なんですけど、まあ、フォアボールも出すんですけどね、やっぱりストライク取るのが上手かなと。取れるもんね、うん、何でも、はい、でもカット、はい、スライダーもさ、チェンジアップもカーブも、うん、まあ、ストレートもさ、そうですね、なんか、まあ、未だにまだ、なんていうの、はい、品があるっていうか、ね、そう、糸引いてるっていうか、はい、さ、やっぱスピードが以上に速く見えるしさ、やっぱり勝てる投手ってやっぱ そこかなと思うんですよね。やっぱ自分が不利な時にどうでもいい時にストライク取ることって多分できると思うんですよ、うん、ここでボールになったらこう人生の分かれ道だよってところってあるんですよ。ここでフォアボール出したらとか、もっと言ったらここでスリーボールにしたらとかってあるんですけども、うん、やっぱそこで間違いが少ないピッチャーは、うん、やっぱりこの3人が思い浮かんだんですけど、岸投手はずっとパ・リーグなんで見てるわけじゃないんですけども、うん、投げ合った試合もそうですし、まあ、見てる試合もそうなんですけども、まあ、簡単にストライク取るし、ここっていう時はどの球種でもそこに投げれるかなっていうのが岸。まあ、俺岸投手ね、この中ではまあ間違いなく一番対戦してるんだけど、でもスライダーのイメージないでしょ。ないです。俺だからさ、まっすぐとさカーブとチェンジアップぐらいのイメージで言ってさ、まあ、それでこう対応して3、2ぐらいになるのスライダー投げられる。頭ないボール。いやつっていつもスライダーかとかいつも思うのよ。え、チェンジアップチェンジアップって言ったら、え、横に曲がるのみたいな感じでよくやられたんで、スライダーはイメージ。他の人はないかもしれないけど、俺は一番、ね、スライダーのイメージですか、うん、あ、僕全くないですね。ここ最近スライダー投げること多くなってきてるんですね、うん、ちょっと、うん、はい、ちょっと晩年になってきて、うん、でもそれも、ね、そうある程度できコントロールできてるの で、うん、で柳ね、柳はやっぱり一番見てるんですね、やっぱりその解説者として。やっぱり右バッターの外のストレート そのコントロールが一番素晴らしいかな、うん。俺のイメージは右バッターの内、インコースですか、うん、のここの精度はすごいなと思って、ね、あ、そうですね、あそこが投げれるようになって柳はその1年間投げれるようになったと。やっぱあそこがやっぱり
どうしても行けなかったのか投げれなかったのか分かんないですけど、やっぱ外に勝てるピッチングスタイルだったんで、うん、だったんですけど、そこに行けるようになってからは、うん、確かにそこに間違わなくなりましたよね、ここっていう時に。やっぱボールに勢いも出てきたよね、はい、あの去年ぐらい、去年の勝ってる時とかもさ、はい、イメージはやっぱあのモーションだよね。そうですね、いろんなモーション、あのクイックです、ね、あそこにバッターってそこに一生懸命だったらボールまでは行かないもんね、うん、頭は。ああ刺さ、どのタイミングで投げていくんだ、ね、刺されないように、刺されない、早めに取らないと、早めに準備しないとって思ってて、ああカーブみたいなとかでやられると、二段構えとかじゃないけど、やっぱりそこのタイミングのところに集中をしすぎると、その後の配球っていうかボールの軌道までは描きにくいんで、だからすごいよね。そう、だからやっぱ柳はフォアボールもまあまあ少ないと思うんですよね。ただ3-2が多いんですよ、すごく。まあ、やっぱり出し入れない、まあ、出し入れしてると思うんですけど、球種が豊富すぎてるのと、他の球種も一級品なんですよ、まあまあ。だから手が出ないんだ。そうです、バッターが手が出ないんですよ。そうなんか見送っちゃった、はい、で、ボールになっちゃって3-2になって、最後はやっぱりピッて決めるんで。なので昨年木下キャッチャーが阻止率すごく良かったんですよ、盗塁、うん、あそこで稼いじゃう。そう、柳のおかげですって言ってました。 3-2 だって走るからさせました。ああ、で空振りして、そうそうそうって言ってました。でもここって的にはやっぱコントロールもやっぱ柳は素晴らしいかなと思って見てますね、はい、実に面白い。どうですか。いや予想通り、いや意外だったのが菅野投手とかな、うん、うん、速球派じゃん、はい、菅野投手ってさ、どっちかというと今ちょっとこうね、あれしてきたけど、うん、イメージは速球派だから、速球派じゃなくそういう柳、岸っていうのはすごいイメージは湧くんだけど、だから奥川投手とか、あ、なんかそういうのとか、あと誰だ、あ、そうですね、僕あの阪神の岩崎投手もいるよかなと思って。いやでもやっぱ菅野の方が見てる回数も多いので、やっぱり投げ合ったことはあるね、はい、あります、うん、何回もあるんですけど、だって俺いつもあれだもんね、あの一塁コーチやからすれ違いでも、よしだけには頑張れよ、そうです、はい、下向きながら頑張れよ、そう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 、下向きながらあんまり大きいのにやってたらね、怒られるんで3人ともね、やっぱりここっていう時のコントロールは間違わない確率が高いかなと、うん、いうことでこの3人を挙げました、はい、吉見さんそんなのだったら何位ぐらい。まあ、それは1位でしょ。僕そんなコントロール自分でいいと思ってないんですけどね、はい、あのジャイアンツで言ったけど、言ったよね、知らない、これジャイアンツのミーティング出た時に楽しみじゃないですか、ドラゴンズの投手がどのようにミーティングされてるかって言ったの、はい、まあ、俺の見解とね、ジャイアンツの見解の違いもちょっと楽しみに最初あれした時に、よしみ、ちょっと初球ストライク取られたら2球目ボールだから、あのバッター振らないようにしてやばい、それバレてるかもしれないで、ね、そしたらワンストライクワンボールだから、初球万が一ストライク取られたら、あの次見送ればワンストライクワンボールだから、あのそれをストライク取られたからってやばい、追い込まれたくないって打ちに行っちゃうと通なしくなってしまうから、もうこれお手上げだから、あのストライク取ったら2球目待つようにって言われたから。いやでも僕そうなんですよ、ワンワンを作るのずっとしてて、うん、だから初球ボールだったら次ストライク来るから行くよって、そうそうそう、取りに行くんですよ、そうそう、だからもうある程度行くよっていうように言ったから、へーへー、それ僕初めて聞きましたね本当、はい、言ってなかった俺、聞いたことなかったですね、はい、もう俺最初見た時に笑っちゃってそんな単純だったコース張ろうとかね、じゃなくて、もう初球ストライクなら、しかもなんか今に始まったことじゃなかったから、もう、まあ、前からもう俺が来た時からまあ、多分初対戦、今シーズンの初対戦の時にそうやって言ってたから、あ、毎年恒例のみたいな結構緻密にされてるのかなと思ったらそうではなかったんですね。そうそうそう、だからワンストライクワンボールから勝負よっつって言う、早く教えてほしかったそうだ、ダメですけどね、そう教えられないから、ね、実に面白い、長い間、いや、こちらこそ、ね、今度はあの僕は、あ、じゃあお願いします、はい、カットボールチャンネルじゃなくて、違うです、コントロールチャンネル、コントロールチャンネル、はい、出演させていただいて、はい、ありがとうございます、いいですか、はい、ぜひお願いします、はい、はい、何の企画でもやります、はい、わかりました、はい、じゃあ今回は、はい、吉見さんに来ていただきましてありがとうございました、ありがとうございました。